こんにちは舞姫大学の特別講義でございます私はですね、舞姫大学の客員教授というね、まあ、こういうふうな肩書きでやらせてもらってますけども、よろしいですかね。はいえー、今年もそういったところからですね、舞姫大学の講義から横やりをちょっとね、さ、えー、していこうかと思います。今回はですね、モチベーションがどういうふうに保てるかってことなんですよ。 まあビジネスをするのにもまあ恋愛にもねいろんな感じでモチベーションやる気ってものが必要だよっていうふうに感じてらっしゃる方いると思いますなかなかやる気が出ないみたいなねはいえっ、ー、とねこれねうんまあナミさんも言われてましたけども結果を求めて行動するのにモチベーションはいらないとも言えるんですよっていうのがねモチベーションに左右されてやるやらないっていう段階を、まあ、私たちは超えてしまってるんでこら蜘の領域神の領域かもしれませんね でもこういうふうな回答すると、まあ、回答にならないと思いますので、ちょっとね、今回はね、二つサジェスションしようかと思います。一つはですね、モチベーション。うん。モチベーションが上がらない方。例えば、稼ぎに対してモチベーションが上がらない方。目的をはっきりさした方がいいかなと思います。欲望はっきりとね。うん。だから、稼ぐことが目的だと思うから、モチベーションが上がらないと思います。稼ぐために YouTube を更新するのが目的だから、うん、モチベーションが上がらないでしょう。これ、あくまでも手段なんですよ。 YouTube を量産するのもなんかベネットビジネスでねいろいろやるのも手段なんですよで稼ぐのも手段なんですよ目的は何かって言ったら稼いだお金を使うことでしょう使わざるを得ないものに使うのかそれとも使いたいものに使うのかここがはっきりしているとモチベーションに関係なく行動に移せると思いますしまたねモチベーションが湧くかもしれませんよね、えー、というのが使わざるを得ない月末の支払いとかってあるでしょ 支払えなかったらどうするんですかってスマホの維持費が払えないよとかね。夕食の晩ご飯のおかずが買えないよってなったらもう嫌でもやるじゃないですか。この嫌でもやるっていうのがモチベーションの一つだと思いますし、もう一つはね、どうしても欲しいもの、どうしても買いたいもの、どうしても何々したいことっていうのが見つかるとそれがモチベーションとなって届かないところに手を伸ばす行動になるのかなと思うんですよ。だからそこじゃないですかね。どこに向かってやってるのかっていうことを 今一度思いいいま思思出すすこととによってモチベーションはより動かかされるんじゃないかなと思いますでもう一つはですねほっとけば必ずモチベーションが湧く時期ってのが来るんで別にねバイオリズムじゃないですけどねモチベーションが湧かない時期って人はあるかもしれませんよでその時にモチベーションがなくてもできる人ってのがずっと安定してビジネスができる人なんですけども、まあ、その域に達するまではまだまだ修行中の時はねやる気にならない時とか落ちてる時とかちょっと体力がない時とかねうんいろいろあると思うんですよコンディション ね、でコンディションが悪い時にビジネスをしないってなるとこれはねサラリーマン向けですサラリーマンさんはあー昨日飲み過ぎた今日はちょっとやる気になんないなーっていう時でも給料入るでしょでもそれは組織というものに守られてるからなんですよさすがに組織というね会社が50人なら50人いてみんなが二日酔いだったら仕事になりませんよねでも何人かが二日酔いでも他の人がもうピンピンしてるわけですよ もしくは普段よりもやる気が高い人もその中には何人かいるんですよね。だからいい感じで平均化されるんですけどもやっぱね、うん、一人でやってると調子のいい時はいいんですけども調子の悪い時は悪いんですよ。ダイレクトに出ちゃうんですよ、うん。だからこそできる時にやっておくっていうことも必要なんですけどもね。うん、はいじゃあモチベーションの、うん、継続する方法なんですけどもなんかね不思議ですよね。こうやってどうやってまとめればいいのかわからないんですけども。うん 継続することがモチベーションがあるってことなのかなと。うん、まあでもモチベーションがどうしてもない時はほっときゃいんじゃないですか。そしたら切羽詰まってやらにはいけんっていう時が夏休みの最終日、3日間みたいな気持ちになるんじゃないかなと思いますね。まあでもできればね、モチベーションに左右されずに、目的は,目的はね、追い求めていけるようになるといいですよね。人生は限られてますから。はい。えー、じゃあそんなとこですか。あ,あとね、好きなことをやるっていうのも、 あれじゃないですか好きなことを始めたらモチベーションって分かるでしょでそのモチベーションのまんまあのやりたくないことをちょっとねこうその勢いでやってみるっていうのはどうですかね <laughs> はいえー、まあすいません上手に答えられない句ってねでもモチベーションって本当にあにモチベーションに左右されずにできるようになると思いますよじゃあいってらっしゃいお疲れ様です